ちゃんです。そしてどうも、あきです。よろしくお願いします。お二人は某大学を出ていますよね。ああ、そうですね。そうって言えばね、もう日本が誇る頭のいい大学ということで、まあそんな二人なら絶対に解けるであろう。今回は小学校6年生のテスト理科を解いていただきたいと思います。小学校理科大丈夫行きたく大丈夫こんな感じで、はい、ご用意させていただきました。ないって感じですかね。まあ、そうですよね。それはもちろん思いのほか不安定でめっちゃ不安定で知ってない。20ページぐらいマジか。よーいスタート。はい、名前も知ってないでね。情報ないでね。原点の色名前結構ね、問題読むのにも時間かかるんですよね、こういうのって。もう入ってる、結構真面目にちゃんと問題解いてる。ちょっと待って、普通に難しい。ちょっと自信がなくなってきたかもしれない。すでに頑張ってください。赤点20点未満だったらね、今後大学の話してもらうのやめてもらわないといけないかもしれないね。ちょっと、ちょっと弱気な発言していいですか。はい、質問コーナーで理科が苦手と言っていただいて。そうですね。なんで理科なんですか。英語とか数学にしてほしい。本当にこれ理科結構得意だな。やばい、ほんとやばい。なんでや。え先生テスト中だと笑うんじゃない。すいません集中しなさい。すいません先生、近いっす。先生、近いっす。待って、先生が拾うんだ。先生が拾うんだ。全然揃ってない。家が全然揃ってない。いや、席取ったばっかだ。お前ら席近くないか。隣の人の問題集も間違えて読むことになるじゃん。俺が席近くじゃん、お前ら。先生、うるせえな、後ろで。ちょっと待って、こんなの知ってるっていう問題があるんですけど、普通に。これ習った、こんなの。ちょっと言っておきたい。僕たちみんなゆとり世代です。同じみんな同じだから、みんなゆとり世代っていうことはちょっと言っておきたい。保険をかけておきたい。先生、手だと思う。覚えてねえ。早稲田と慶応ってどっちが得意？これ見てる人からしたら、早稲田と慶応ってどっちが得意になって決まっちゃうからね。やばい。早稲田じゃない。なんか個人差はありますって言って、そう出ますよ。しょってる？しょってる。なんでガサガサするの？まあ、ここにたどり着いたということは、もうりーちゃん終わりです。ちょっと待って、ほんと時間がやべえ。やっぱテスト中でも気を抜いてはいけない。誰が来るのか。私は生徒を守る。はい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 。先生、ちょっと腹痛いな。どうしようか、トイレ行こうから。はい、あと5分切りました。3、2、1。私が採点していきます。はい、テストの採点が終わりました。がちなみに、まあ、大学には行ってないよっちにもこのテストを受けてもらいました。点数なんと30点。おお、まあギリギリ赤点じゃないぐらいかな。はい、じゃあ早速点数発表いきたいと思います。じゃあまずはりっちゃん。お1問ミス。よっ、はい、95点。イエーイ。これね、結構時間もあれだし、確かに結構冷静に覚えてないことがあった、はい、ということで、はい、以上で早慶バトル勝敗は早慶とりっちゃんでした。イエーイ。じゃあ今度はでも英語とかでやりましょう。あ、そうですね、英語数学でやりましょう。はい、はい、ということで皆さん、この動画が面白かった、楽しかったと思ったら高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。バイバイ。